水島真嗣は日本の元漫画家。野球漫画の第一人者。新潟県新潟市出身。代表作に野球教の詩、土カベン、アブさんなど。趣味は野球、将棋。血液型は B 型。元タレント、俳優の水島真太郎は長男。1939年、新潟市の魚屋の家に生まれる。父親が、 ギャンブル好きで多額の借金を背負い、金銭的に困窮した少年時代を送る。中学卒業後、父親が借金をしていた水産問屋にデッチ暴行に出されるが、そこで漫画家になることを決意。仕事後に睡眠時間を削って漫画を執筆する。2009年9月6日、国際漫画サミットフェスタにて、水島は左端、漫画ジャパン代表理事。 里中町子、環境大臣、斉藤哲夫、日本漫画家協会場無理事、千葉哲也、デジタル漫画協会会長モンキーパンチと1958年、大阪の貸本漫画出版社、日の丸文庫の漫画短編誌、影の新人漫画コンクールに、デビュー作、深夜の客を投稿する。評価としては辞典であったが、審査員の一人だった佐藤正明がその才能を評価し、 入選を強行に主張。特別に特選2席として表彰される。その表彰式で社長の山田秀三に漫画家になりたい旨を直訴、1年以内に漫画家になるという条件で家族を説得し来反する。山田宅に住み込んで、日の丸文庫の編集の下働きの仕事をしながら寝る、間を削って漫画を執筆、人気化し本漫画家となる。 日の丸文庫では主にコメディ漫画を執筆。短編集、オスシリーズや、水島真嗣爆笑シリーズ、大阪の TV 局制作ドラマ、番頭は、んとでっちどんや、てなもんやサンドカサの漫画家などで人気を博す。1964年、日の丸文庫専属を経て、独立、上京。週刊少年キングで、多くの作品を描く。 本格的な野球漫画として九百六十九年に AS の条件を発表。九百七十年から週刊少年サンデーや週刊少年チャンピオンに仕事の幅を広げ、最初の大ヒットとなる男とアホ甲子園、先行をそれぞれ連載。九百七十二年からは月刊少年マガジンで野球教の歌を読み切り、不定期掲載週刊少年チャンピオンで、 ドカベンを連載開始。1973年からはビッグコミックオリジナルでアブさんを連載開始。青年漫画にも進出する。アブさんは2014年に完結するまで41年にわたる長期連載となった。この頃より上記の連載作品が人気を博し、野球漫画の第一人者としての地位を確立する。以降1975年に、 男のアホ甲子園の続編、一級さんを週刊少年サンデーに1976年に球道くんを漫画くんに発表。1977年からは野球漫画専門誌、一級実婚を創刊し、ある野球人の記録を連載する。これらの主要な作品は各々の長期の連載となり、野球漫画の名作という評価を得ていくことになる。 1981年には、プロ野球機構そのものをすべてオリジナルで作る壮大で、野心的な作品、光の小次郎を、週刊少年マガジンに発表した。1983年には、自身が今まで描いてきた、高校野球漫画の集大成作品、大甲子園を発表。ドカベンを中心に、野球教の歌、男のアホ甲子園、一級さん、球道くん、 ダントツなどの人気漫画の、それまで意識して描かなかったという登場キャラクターの、高校3年の夏の大会を描いた。以後は1984年に、極道くん、1987年に、へい、ジャンボのリメイク、虹を呼ぶ男、1988年に、野球鏡の歌の番外編的作品、ストッパー。 1990年に高校野球漫画の総決算、おはよう、慶次郎を、1993年の平成野球増史を連載。清原和弘の希望もあって、1995年にドカベンプロ野球編をリメイクブームの風潮から1997年に野球協の詩平成編を連載開始。これらは2000年に新野球協の詩2004年に、 ドカベンスーパースターズ編とタイトルを改め、長期連載となる。2005年10月11月に、8週連続で、週刊少年チャンピオンと、週刊モーニングによる、出版社を超えた、コラボレーション企画として、ドカベンスーパースターズ編の東京スーパースターズと、新、野球協の歌の札幌火星堂メッツが、日本シリーズで対決した。2007年、 漫画家生活50周年を迎え、週刊少年チャンピオンでは、漫画家生活50周年の企画として、連載しているドカベンを関東カラーにし、水島と同郷の高橋留美子のほか、秋元治や斉斎藤、高尾、川口海二、足立光、井上武彦、三田拓也、藤子藤尾 A、森川常司、高橋博士など、たくさんの著名な漫画家からの寄せ書きと、 イラストが掲載され、多くの漫画家が慕ってやまないことが改めて。また、漫画家以外にも、大沢治、長島修雄、ビートたけし、爆笑問題、松井秀樹、城島健治などの多くの著名人からメッセージが寄せられるという異例の事態となった。2012年、ドカベンシリーズ40周年を記念し、最終章、ドカベンドリームトーナメント編連載開始。 2018年に大団円を迎えた。週刊少年誌に連載する漫画家としては、足立光を12歳も上回り、現役最長老であった。2020年12月1日、同日付で63年間の漫画家生活から引退することを発表。最終作は2018年8月に発表した、アブさんの読み切り作品。ホークス関連、編集50音順。 ただし、シリーズものはそのシリーズ順。ありがとうございます。